ピンポン。なんだ、ギャルが泣いてる。どうしたんだろ、話しかけに。でもな、誰か他にいないの？ああ、私しかいないし。シクシク。キュッ、キャキャ。ギャル、どうしたの？葵ちゃん、聞いてる。どうしたの？実は。足が太いって言われたらしいです。足の太さ、女性が体型を気にするのは言わずもがなだが、その中で足は重要なポイントの一つ。それを太いなんて言われた日にはショックを受けるのは当然ではある。だが、どの足の太さを魅力的に感じるのかは結構意見が分かれるところ。柔らかそうな桃が見えるとたまりません。絶対領域のちょっと桃に食い込む感じに萌えます。白くてもちもちした感じがいい。柔らかい感じが好き。好みは人それぞれではあるが、ただ細くて華奢な足や、スマートに鍛えた筋肉質な足より、少し脂肪が乗っている足が好き、という人も多くいる。太い足はそれはそれで魅力的だ、ということを知っている彼女たち。そのことをこの、太いイコールよろしくない、と思ってしまっているギャルへ、傷つけることなくうまく伝える。今回はそれだけの話である。そんな太いかな。すまん、ちょっと足見せてもらってもええか？いやいや、そんな太いか？そうですよ、これで太いなんてとんでもない。あかりちゃんなんてつむきちゃんの2倍の太さはありますよ。てめえ、誰が2倍の太さだこら。あ、あかりちゃんの足、華奢すぎ。あかねちゃんはどう思う？ダーツ見えそうやな。何の感想だこら。ふーん、エッチじゃん。あおいさん、太もものライン、むひょひょっちだね。みんなさん、いやいや絶対気のせいやで。ツイッターとかで聞いてみ。絶対そんなことないってみんな言ってくれるやろ。うん、じゃあ、あーしの足太くないって。いいぞ太もも、いい、太い方が好きなんや。足、足、ふふ、太くてもいいんだよ。足って、もちもち太ももが良いのですよ。太い方が偉いよ。太い方が受けがいい。太くていいね。いじってるだけ。ほら、フォロワーさんはつむぎちゃんのこと好きすぎでいじっちゃってるだけだから。ならば、つむぎちゃんが納得するためにはもっと客観的な意見が必要ですね。クーム。あ、そうだ、つむぎちゃんの足が細いことを客観的に証明するために豪華ゲストの方をお呼びします。え、豪華ゲスト？本当に豪華でくさ。このお二人の足は世間一般的にまあ確かに太めたよねと言われるラインのはず。すなわちつむきちゃんの足がこれよりも細かったら客観的に見て太いと言われるレベルではないということ。おー、いくぜ、レッツ比較。ほら、やっぱり細いですよ。確かに一回りくらい細い。でもここにいるみんなよりは。いやいや、そんなことはないですよ。私たちもつむぎちゃんとそんな変わらないですって。まあ、まだ幼いついなちゃんは除いて、公平性を保つために公式へを準備して、レッツ比較。やっぱり、太い。何しとんねん、ノアホ。だって、もうやだ。足、太いの恥ずかしいし、もっとスカート、丈長くして。隠した方が。いやいや、それはそんなことしなくてもいいよ。葵ちゃん、いいじゃん別に。ちょっと足がふくよかなくらい、それがつむぎちゃんのいいところだよ。そりゃあ自分がコンプレックスだと感じる部分をさらけ出すのは怖いかもしれない。私だってありのままの自分をさらけ出すの怖い。その割にはいつも遠慮がないよな。でも他人の目を気にしてしたいことができないなんてダメだよ。スカート短いのが好きなんでしょ？じゃあ堂々と短いスカート履きなよ。みんなそんなつむぎちゃんが好きって言ってたじゃん。私も。え、なになに好きって言っちゃうんか？胸キュン胸キュン。いけー、葵、攻めるにゃ。ワクワク。私も、つむぎちゃんの。足はエッチでいいと思うよ。台無しだよ。ええー、か、みんなよく見るんや。くっそ、ギャルかわいいじゃねえか。ここ、僕の太もものラインエッチだね。くっそ、ボスか、またお仕事増えるじゃねえか。くっそー。これが自分をさらけ出した、ボイスロイドの慣れの果てや。うん、なんか、ほどほどが一番やな。太くても気にしない。そうだ、太くても気にしないんや、気にしないんや。あ、太さに関することへの熱の入り方くさ。太くても気にしない。